はい、リオちゃん、おはようございます。おはようございますっていう時間でもない。いや、まあ、いいんじゃないちょいちょいね、ちょっとこれからあのバンドの方の YouTube も上げていきますので、我々ね、ライブもそんな多いわけではないのでね、あの制作期間とかね、そういうところもちょっと出していければなっていうことで、今日はですね、待ちに待った新曲2曲初めて全員で合わせる回ですね。あの僕とパイセンはね、結構もう鬼のように集まり、鬼のように作りそれはもう過酷な鬼のように弾いてたから、あんまり新曲って感じもしないんですけど、 だ、ね、なんかだいぶ前からでもね、今年入ってから、ね、確かに初めての合作ですもんね、僕とパイセンの、ね、で、まあ日本史で、で、まあ歌詞もね、いろいろ考えたりして、で、リオちゃんもね、歌入れしてみたいな感じでやっておりますけど、どうですか、意気込みはゆきさん。今日のゆきさんめっちゃかっこよくないですか？そのジャケットどうしたんですか？めっちゃ水濠です。あで、ゆうきさんスノボー似合うわ、うん、ということでね、まあ準備してって、今日も俺が映ってない、準備してってね、オルグリーンのスタジオ今日もやっていきたいと思います。すごいですよ、本当に。すごい。なんかみんなパッとできると思うよ、母ちゃんも。これは、まあ、自分で作っといてさ。間違えても全然わかんない。いや、一緒に作ってるとわかる。はい、こうの方がいいねとか。あ、すぐやってくれるし。すごい。これ、この構えね。もうこの構えね。アタックアタック。この構えですよ。アタックアタック。最初からやる気ですよ、これ。最初からやる多分。よし。Thank you.
テクテンテクテン、どうですか、テクテンテクテン。ちょっときついわ。いやでもドゥグドゥンドゥグドゥンできたら絶対ゆきさんのドゥグドゥンドゥグドゥンファン増えますよ。ドゥグドゥンドゥグドゥンファン奥に響く。すいません、生々しかったです。いやなんかもう逃走してるやん。もう逃げ出してるやん。あれ種を撒くだけ撒いて逃げ出すから。そう、種もなんかな。種もなんか、まあ、とりあえず休憩しましょう。パイセン、ちゃんとしてれば割とイケメンなのに、その、なんか、ツイッターでも言われてましたよね。なんか、ちゃんとしてれば、まあまともなのに、なんでいつも変顔するんですか。果敢に変顔していく、そのスタイルはいいと思います、みたいな、言われてましたよね。お主もくしゃみしましたな。じゃあ、車掌スマイルにしよう。お疲れ様です。ずっとボケてる。スタジオ終わりましたが。新曲2曲どんな感じですか？ギターソロ濡れるよね。めちゃめちゃですよ。この顔でやって。損害賠償はいくらぐらいになるんでしょうね。いやでもいいっすよね。すごい、めちゃくちゃ良かった、ね、なったね。なんか結構さ、自分たちが作った曲とかってさ、なんかこうあんま納得することっていうかさ、ないじゃん。なんかここをこうした方があって、やでこうだこうだとかさ、こだわり出したらさ止まんねえじゃん。確かに。だから今回スッと収まったよ。なんかこう、あ、これ釣れたらいけるわみたいな感じが手応えがある、うん、だからそれを感じることってごめん、あまりなかったからさ、やっぱ
天の声みたいになってる。何でしょう。でも、いい。どっちが好き今のところ。3でいいよね、うん、いい。まあ、多分まだ聞けないけど、みんなは最短で3月かな。うん、いい曲だよね、うん、自分で作ってどこ行ってもやっぱオールグリーンの時って耳に残るよねって言ってもらえるから本当にありがたいね。やっぱ印象にまず残んないとさ、うん、こうなんだろう、バンド名とか別に覚えてもらえなくてもさ、やっぱ曲ってめちゃくちゃ印象に残るわけ。それから我々の商品って曲なわけだからさ、うん、それをこう印象に残るとかさ言ってくれるのすごい嬉しい。グッズを売り出したしね。パーカーよ、マジで。あのパーカーはあれ絶対に欲しい人いるはずね。俺が来ます。あれはボンハブのオマージュなので、あれとあのプラモデルのニアタ、赤白、赤青でさ、あの星のマークのタミヤ、タミヤ今なってきたの、ミヤタタミヤタミヤ、タミヤロゴのパロディのやつも作ろうと。いいね、あのゴールデンボンバーとか、うん、それが来てる。そう、なんかいろいろこうあのパロってこうかな。俺の好きな服のブランドが結構それパロディーをやってるから、うん、ちなみにリオちゃんモデルもあるからね、今ね、うん、イノマティー、イノマティーロンって喜ばいいよね、うん、何でしたっけ、舐めた、煽ってんのか、煽ってんのか、リオちゃんだからリオデジャネイロの銅像を描いてあるんですよ。へぇ、あれか、いいね、グッズもできてぜひぜひ。あとはね、3月でねバーッと撮って、こっから俺の重労働が、俺のデスマーチが始まるから撮ってミックスします。まあここで俺の本業のミスがですね、いつもふざけてばっかりじゃないっていうところ、こういうところでね、ミスが起こないと、あいつふざけた男だ言われるから、このままいつ確実にあのボケ担当ですね。やっぱ俺はいじられて喜びを得るからさ、みんなにこうなんかいじられる、それなんか自分から言う人なかなかいないですよ。いじられに行く、なんかたまにさ、何々はいじられの好きだからなみたいなのがあるけどさ、あの自己申告制の人だから俺初めて言った。ふざけてばっかじゃないっていうところもね、ちゃんと確かに見せてくる。うちのバンド結構いろいろ、大体の僕は地産地消というか DIY で自分たちでやるっていうのがまあコンセプトみたいな感じになってますね。ゆきさんはやっぱあのメンヘラギャル担当です。たまにほんとゆきさん見てるとなんかメンヘラのギャルみたいだなって思うことが多い。そう、俺このバンド入る前に川ちゃんからさ言われとったよ、ゆきさんマジでちょっとなんかめんどくさい女みたいな感じだけどさ、ゆきさんほんとにめんどくさい女の時あるから。だってこのバンドやり始めた時も川ちゃんもさ、いろんなドラムの人とやってきたわけじゃん。
その中で俺ってどうなの？かわいいじゃない。かわいいよね。かわいい。ゆきさんのいいとこだよな、こわもてな感じで、ね、ギャップする。ギャップだよね。リアちゃんうちにはアイドルとアイドルとヤンキー担当。あんか、かれそないで。ね、高校の頃はもうバリバリこうヤンキーだったみたいな、怖いみたいな。いや、全然。今日マジで。今日マジで。いいね、みんなよかり分担です。徐々にね、それをどんどん増やしてって、やれればなんか、パイセンがこの間ツイートしてたのを見て、なんか、それぞれバンドの中でちゃんと決まってて、いいみたいな感じで、私何もしてないよ。いや、逆になんか、ここまでなんか自分たちでできるのが珍しいと思う。逆に特殊だと思う。だってレコーディングとか絶対外注じゃん。確かに。でも俺の本業がそういうエンジニアとかの仕事だからさ、そういうのもできるし、かわちゃんは俺逆にそれ以外からっきしだから CD ジャケット作れとかって言われたのって思っちゃうし、それかわちゃんにこう、そうか、かわちゃんが曲の大元とか作ってるからさ、やっぱりそういうとこ一番分かった上でこうデザインとかやってくれるじゃん、手伝ってそうです。だからオールグリーンで今までやってたことを全部外注でやったとしたら10万かかってるわけ。下手したら100いくんじゃん。いくと思う。そういう、でもそれで言ったらリオちゃんは本当集客力エグいからね。エグいね。俺マジでビビったもん。俺実はまあ今だからぶっちゃけるけどさ、最初の去年の10月にさ、サポートでマカナ入るってなった時さ、なんか俺お客さんの取り置きシートみたいなさ LINE に残しとったよ。そこに俺のお客さん以外誰も書いてないから、大丈夫なのかって思ってたらさ、蓋を開けたら、おぉみたいなさ、やばみたいな。なかなかああいうさ、こう自分たちでこうなんかいわばこう対バンとかしたらみんなアウェーみたいな感じじゃん、最初はさ。でもああいう風になんか自分たちでこう空気作りをするっていうか、自分たちの流れを作れるっていうのはさ、やっぱりリオちゃんのおかげなんじゃん。確かに思うよ。本当は来てくれる本当に、もうすごいのが20人くらい、まあ、毎回うち来てくれるじゃん、コンスタントにね、すごいよ。で多分あの18人くらいはバンドマンとか関係ない人たち、関係ないね、それすごいよ。つうかそれが大事、本当に、身内ばっかで盛り上がってちゃう、こうバンドとしては成長しないし、その人脈とかさ、そういうなんていうの、まあ、その他の部分ではこう成長するかもしれない、うん、でもそれがバンドマンの本質じゃないから、こうバンド関係ない人、音楽そんな普段聴かないっていう人も、うん、なんか「ああのバンドオールディーンの曲だ」っていうような、そう言ってもらえるようなバンドになればいいよ、うん、しね、ゆきさんもゆきさんで、俺らがデモ作ってさ、うん、ドラムはもうあのパターンを入れてるだけなのよ最初はね。そう、ちょっとしたもの決めのとことかいじるぐらいで、でそれをさ、ゆうきさんっていうあのフィルターを通すじゃん。でスタジオ入ってさ、ゆうきさんバージョンにポンってなってやるじゃん、うん、もう全然違うじゃん、うん、すごいよね、クオリティがもう全然変わりますよね。新しい曲、かわちゃんに持ってきて、で、サブリサブリなんだろうけど、ゆきさんがもうポンって言ってくれるからすごいなって。ギターとベースはさ、うん、俺も一緒に曲作ってて、うん、まあ、俺大枠作るんだけど、ここはこういう刻みでとか、うん、あのバンドがやってたこの曲のああいうみたいな展開にしてるんですよ、うん、そういう、うん、ドラムだけ俺全然ほぼ知識がないから、ゆうきさんのあの本当にスキルはすごいよね、雰囲気でもうなんか合わせてやってくれるのがすごい。みんな伊達にこう何だらだらやってたわけじゃない。俺らはもう10年以上
やってますね。言うて俺、こういう風にガチでまたバンドやろうかなって思った。7年ぶりか。そのガチにさせてくれたのがやっぱサマータイム。あの曲やばい。あの曲がね、結構俺にとっても、なんだろう、昔はこう、みんながやってるこう、なんか界隈のノリに合わせたというか、わかる、こういう曲を目指さなきゃみたいなのが、そうそうそう、あったのを、いやもう自分好きなジャンルの好きな曲を作ろうっていう、一番最初にもう嫌なんかそういう変な空気をやめようって思って作った曲があれだから。すっげえいい。マジ。俺ちょっと嫉妬したもん。俺はあんな曲作れないから。って言ってもらえるのもありがたいけどね。やっぱり他のバンドの話とか聞くとさ、うちって結構なんかメンバー各々がちょっとリスペクトがあるっていう。やっぱりバンドによってはメンバー同士がみ合ってたりするバンドもやっぱりいるし、昔なんか多かったっすよね、多かったし、こんなにこうなんか平和にほのぼのにじゃなくてでもちゃんとできるっていうのはすごい、二十歳の頃の俺に教えてあげたいわ。俺も昔の自分に言いたい。そうだね、純粋に音楽をこうなんか楽しめるようになったんですけど、そういう界隈とか派閥とか、まあ、そんなクソくらいだったり、確かに昔はその界隈派閥っていうのがすごかったし、なんか大変でしたね。もう若かったんでしょうけど、でもなんかそれで言うとなんか18、19、20歳ぐらいの時ってなんか24、5になったらもうバンドなんて絶対やめなきゃ、楽器なんか全部見なきゃみたいな。そうだよ、俺も思ってた、思ってましたよね。そうだから、それでもそれこそ本当に7年前にもうここでクリームをつけるって、楽器も全部一般人になったけど、ただ結局さ、やっぱどっかで思ってんだよね、あの時やり残したことをさ、あの時こうしてればよかった、ああしてればよかった、もう少し勉強してればよかった、なんかそういう思いがあって、自分の中で。でもなんかこう、あの時はなんかもう、そんぐらいの年より上になってバンドやってたら、やばいやつみたいなイメージだったけど、ね、なんかでも今ってそうでもないっていうか、なんかその、ね、30代、40代でも、なんかやり方次第で全然。バンドだって家庭持ってても仕事しててもできるし、だからそういう意味ではいい時代になったな。あとまあなんか発信する場所も増えたし、良くも悪くもコロナになってからやっぱさ、こう変わってはね、別にまあすごい失礼な話かもしれないけど、別にライブハウスで音楽やるだけ、音楽をやる、ライブをやるっていうことだけが、その音楽をやるっていうことじゃなくなったじゃん、そういう様式っていうか、確かにインターネット、まあ今の時代こうやって YouTube とかさ、そういうところでも配信できたり、あとは、なんだろう、Apple Music とか Spotify とかサブスクとか、そういうところでも配信できるし、多様性ですか、多様性、チュッ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 あのちゃん俺好きで、あの喋り方なんか全体的に、はい、あの粗品とあのちゃんのなんかカップリングみたいな、かけそうのやつめっちゃ見てる、うん、まあそんな感じでね、3月4月とライブやったり音源出したりすると思いますので、ぜひぜひ、よろしくお願いします。ちょいちょい YouTube も出してくれるリオちゃん、チャンス、いいねとチャンネル可愛く、可愛く
何めっちゃ顔赤くなってんじゃん今台本なしでドリルで喋ってるから、ね、確かに高評価ボタンお願いします。バイバイ。バイバイ。